気がついたら今僕はここにいた。四国の高知県のね、宿毛からバスに乗ってね、愛知県に入ろうと、愛知県ではないね、愛媛県に入ろうとしております。高知県から愛媛県に入ろうとしております。宿毛駅までね、自転車に乗ってきて、そこからバスに移行しております。ちょっと見にくい映像ですね。宿毛駅からバスに乗り込んで、愛南町という愛媛県の中に入っていきます。よく見るとですね、もうすぐ高知県の看板があってですね、この青い看板は高知県って書いてあるんですけども、この橋を渡ると愛媛県でございます。高知県の旅が終わりました。自転車旅としては初めて高知県を旅しました。すべての、市町村を旅しましたね。そして四国の愛媛県は今回の旅では上島今治を通って時計回りでね、四国の自転車旅で行ったことないところを回って、また再び愛媛に戻ってきたという愛南町でございます。まあね、やっつけ感があるような今回の旅だったんですけどね、まあ時間とお金がないのでね、こんな形になってしまいましたね。この時眠かったですね。もう一本遅いバスでもね、宇和島にいい時間に着いたんだけどね、もう本当にホテルに着いてね、眠いたかったんですよね。で、本当はね、このね、愛南町もね、自転車でね、少し移動したかったんだけども、銀行袋から出して組み立てたり、また銀行袋に入れたりする作業がね、そんな簡単なことがね、めんどくさいと思うようになってしまってですね、途中のね、城辺、城辺、お城って書いて辺って書くこのね、なんか営業所みたいなバスターミナルがあったんで、そこで一回降りて次のバスに乗ってね、これで愛南町終わりっていう感じになっちゃってね。まあここはね、なんかね、すごい都会の街並みでしたね。まあ、バスターミナルの入り口のところからね、街だけをちょっと眺めましょう。もうね、疲れてたんですね。まあ四国といえばこのね、地域という名前でね、芝が地域から大人数が多かったですね。そして山に囲まれ、太陽の光を見ながらね、9月1日なんですよね。旅立ったのは8月の20日ですからね、12日目でございますね。昨日で12日目、今日は12日目だね。もうちょっとで2週間、青い鉄橋が見えております。そんなこんなで宇和島の方に入っていきます。気がついたら今僕はここにいた。